大阪行き寝台特急日本海4号でございます。大阪行き寝台特急日本海4号です。車は先頭車が8号車で後ろ1号車です。今日は車8台の運転です。1号車は個室シングルデラックスです。2号車途中秋田まで座席指定としてご利用いただきます。2号車の下段のベッド窓側から A 席、中ほど B 席、通路側が C 席でございます。下段のベッド3人掛けでご利用いただきます。なお2号車の上段のベッドシングル類はご使用になれません。2号車の上段のベッドシングル類はご使用になれませんのでご注意ください。3号車から8号車まで B 寝台車です。タバコのお吸いになれます車は4号車と8号車です。2号車、3号車、5号車、6号車、7号車、禁煙車でございます。号車番号出入り口上に表示をしてございます。また禁煙札も出入り口上に表示をしてございます。どうぞお確かめの上お間違いのございませんようご利用ください。止まります駅は木古内17時37分青森19時8分失礼しました。青森19時18分青森19時18分弘前20時15分大鰐温泉20時27分大館20時55分鷹の巣21時12分東野城21時37分秋田22時25分宇後本庄23時9分酒田0時4分鶴岡0時29分直江津4時1分糸魚川4時31分魚津5時10分富山5時30分高岡5時48分金沢6時20分加賀温泉6時55分福井7時23分敦賀8時5分京都9時23分京都9時23分新大阪9時52分新大阪9時52分終点大阪9時57分大阪には明朝9時57分の到着です。深夜にかけてのご旅行となりますので貴重品にはくれぐれもご注意ください。貴重品は体から離さないようお願いをいたします。携帯電話のご使用はデッキの方でお願いをいたします。携帯電話はデッキの方でご使用ください。発車前にもご案内をいたしましたがこの列車には車内販売員は乗務しておりません。また自動販売機もございません。この先青森で20分ほど停車時間がございますのでお弁当飲み物につきましては青森駅ホーム売店をご利用ください。ご参考までに青函トンネルに入ります時間17時49分です。吉岡海底駅通過18時1分達比海底駅通過18時16分トンネルを抜けまして青森側に出てまいります時間が18時28分です。およそ40分間青函トンネルの走行となります。申し遅れましたがこの列車の車掌は札幌車掌所外山山本が乗務しております。途中青森まで参ります。どうぞよろしくお願いいたします。車掌室は4号車です。寝台特急日本海4号ご利用いただきましてありがとうございます。次は木古内に停まります。